すごいぞ豊富4大名所の紹介もいよいよ最後のスポットです。鳥はこちら東大寺別院阿弥陀寺です。阿弥陀寺は仁王像も有名ですけど、なんといっても4000株もある紫陽花が見ものですよね。でもお花は見頃に合わせていくのが難しいんですよね。え、見れますよ。え、阿弥陀寺は特別に紫陽花バージョンの VR 動画もあるんです。さっきは我慢したけど、それは見てみたい。お、乾さんも染まってきましたね。おお、綺麗ですね。時期じゃなくても紫陽花が見られるのは嬉しいですね。そりゃもう、あれ、あ、これちょっともしかして、おお、私今阿弥陀寺にいます。阿弥陀寺にいますよ。これ足踏みすると余計臨場感が出ますね。おお、すごい。危ないのでちょっと気をつけてくださいね。いやー、すごかった。これもう家にあるとずっと見ちゃいますね。犬さん、そうそう、次の紹介行きましょう。え、あ、はい。ここ阿弥陀寺は重要文化財の仁王像をはじめ、宝物館には国宝の鉄砲塔も所蔵されています。ご住職さんにお願いしたら中に入れてもらえるんですよ。この近さで国宝が見られることはなかなかないことですよね。この国宝の鉄砲塔は、焼き打ちされた奈良東大寺の再建に尽力した長元上人が1197年に仲間たちと共に作ったものです。今年は長元上人の生誕なんと900年記念。東大寺別院阿弥陀寺も今年は例年以上に盛り上げていきますよ。900年、長いですね。お誕生日記念は何かするんですか？それはまだ秘密です。期待して待っててください。